はいどうも、テケテケです。はい、とつて、ブーディカちゃん分析後編動画やっていきたいと思いますが、まずすいません、前編動画の方で、このブーディカちゃんのスキル1の攻撃力ベース防御無視攻撃 60% の部分をすっかり抜かした上で分析してしまっていました。で、この動画の1個前のブーディカちゃんの対マン戦映像の方で、まあ、この攻撃力 60% を加味したスキル1の連撃の威力、まあ、他の攻撃力ベース防御無視攻撃ができる副将ちゃんたちとグラフでランキング比較してる動画アップしてますので、はい、こちらブーディカちゃんの分析動画に関しては、まあ、前編の動画に加えて、そちらの対マン戦映像の冒頭の方を見ていただければ、まあ、火力面の評価としては完成しますので、はい、大変申し訳ありませんが訂正させていただきます。はい、とつて、まあ、ブーディカちゃん先ほど対マン戦やってきましたが、意外とスキル1なんかはこの攻撃力ベース防御無視攻撃なんかも入ればだいぶ火力は高いキャラクターになっており、帰国士だったりリシみたいな防止キャラクターなんかも先手取れば落としに行けるような火力ぐらいはあるというところなんですが、やっぱり対マン戦だと夢中に隠れられずボコボコにされましたということで、まあ明日またデッキ戦で夢中に隠れたらまた活躍できる可能性一気に上がると思うので、まあそこでどうなるかっていう感じですね。まあちょっと生後バフ剥がし連撃だったり罪悪流血ばらまきだったりとやれる役割が結構いろんなキャラクターと被ってしまっているので、まあ個性としてはやや薄めというような副将ちゃんになりますが、決して弱いキャラクターではないです。まあ対マン戦以外なら、まあ火力高いし夢中の中に隠れられれば生存力も一気に上がるだろうしということで、まああとは明日のデッキ戦ですね。まあ特に無比課金帯だと他に強いキャラクターが複数体いないと夢中に隠れても結局一人ぼっちになっちゃったら夢中の効果切れてしまうので、まあ明日現実的な奥義の解放具合のサーバーでどれだけ夢中の中に隠れ切ることができるか、そして夢中に隠れてる最中にやっぱりこのキャラクター HP 回復ができないので範囲攻撃なんかで落ちてしまわないかってとこですね。まあ耐久がとにかく心配ですね。はい、そういうとこも含めて明日デッキ戦私はめちゃくちゃ楽しみにしてますんで一緒に見ていきましょう。はい、ですがまあ今回は分析後編動画ということで、このキャラクターに対する追加の質問だったり調査依頼あったので一緒に見ていきたいと思いますが、はい、まあ今回は一つだけですね。このブーディカちゃん毎回スキルの初めに自分の HP を 20% 削るっていう、まあ、自傷行為を行うキャラクターですが、その直前に小気味なんかで影子をつけたらその自傷行為を食い止めることができるのか見てみましたが、まあこれバリア付きでしかも影子をついてるんですが、はい、 20% ダメージはやっぱり受けますね、残念ながら。はい、バリアも影子もすり抜けてとにかく自分の HP を減らしたいと、でその上で相手に復讐していくっていうようなとても理不尽な復讐キャラクターとなってます。まあでも影子をつけた上で自分の HP 減らせるっていうのは影子の硬さも増やせるし、まあ、影子とはちょっと相性いいかもしれませんね。まあその他に追加で調査してほしいことだったり質問があれば、まあ、後編の動画の方でもコメントいただければ、まあ、映像にできるかは分かりませんが返信という形で返すかもしれないので、まあ、気楽に質問していただければと思います。はい、とつてここからは分析後編動画ということで、このキャラクターの戦役だったりボス戦対人戦や白戦なんかの総合評価やっていきたいと思いますが、はい、まずは戦役ボスですね。このキャラクター戦役の火力最低で16000%、最大で74240%となってますが、まあ、戦役の場合何回も繰り返していく中でコンボがうまく噛み合わなかった場合の火力、低く触れてしまった場合に敵を逃してしまうと経験値効率ガクッと落ちてしまうので、こっちの最小火力が高く出せるかどうかが重要になってきますが、はい、最小火力層としてみると上から見ていって第28位という結果となりました。まあ無料でゲットできるカッシウスよりこのライン下がっちゃってるんですね。まあ、カッシウスでも似ただダメージが出せるっていうことで、まあ戦役はそこまで得意とは言えませんね。まあこのキャラクター復讐の単数を上げるためには自身が致命ダメージを受けるか、または敵に致命傷を負わさなきゃいけないので、その他のクリティカルを出せば白バフの単数を増やせるキャラクターと違ってちょっと扱いづらいんですよね、そこが。でボス戦の方の火力ですが、こちらに関しては何回も挑んでいく中で最大火力に触れた時にボスを突破できれば次のステージに進むことができるので、まあ最大火力の方で相当し直してみると、はい、こちらは上から見ていって第12位となかなかいい順位となりました。うん、これは強いですね普通に。じゃあ今流行りのボス2ターンキルという突破戦術でのボス4名体制のうちの一番上のボスに対するダメージパーセントのランキングについては、今回ブーディカ 35640% 出せるということで、こちらランキングとしては上から見ていって第6位という結果となり、ボス2ターンキルもかなり火力出せるキャラクターですね。これ陽気比なしバージョン、まあ、つまり祝福キャラクターは陽気比ではなくチョコメを使った場合のダメージパーセントになりますが、このキャラクター範囲攻撃がスキル2でできるので、まあ、陽気比に頼らなくても弱い子に攻撃回数を吸われないというメリットがありますね。そしてボス2ターンキルもなかなか得意ということで、まあボストッパーいいんですが戦役がやや不安定かなという感じですね。とはいうものの、まあ、チョコメちゃんとかにクリティカルもらえばこっちのダメージパーセントに近づいていくことはできるので、まあ、そこまで弱いってわけではありませんが、はい、パッとしないといったところでしょうか。はい、じゃあ闘技場なんかの対人戦での得意不得意どうかですが、まず獲物とする相手としては生後バフキャラクター全般ということで、まあ、生後バフなんかはもうとにかく剥がして殴れるので生後バフに頼った耐久をするようなキャラクターならば撃破しやすい副将になってます。であとは集中攻撃キャラクターということで、まあ、集中攻撃キャラクター特有の1回相手を決めたら絶対
にその相手が落ちるまで攻撃対象を変えないこの攻撃スタイルに対して、致死ダメージ無視の際に発言する無中に関しては、集中攻撃ですら攻撃対象から外れることができて対象をそらすことができるんですね。なんで集中攻撃キャラクターの持ち味を不発に終わらせることができるというような特性が無中にはあります。で、まあそうやって攻撃対象を変えてる間に隠れながら殴っていくのがこのキャラクターの持ち味ですね。まあ明日デッキ戦楽しみですね、ここが。で、天敵とする相手としては復活時サーチ反撃キャラクターってことで、まあこれ要はモルドレッドのことですね。復活時に HP が低い相手をサーチしてカウンターの防御無視攻撃を飛ばしてくる動きになりますが、まあこの復活時のサーチ攻撃に関しては無中で実は対象外になることができず狙われちゃうんですね、無中状態でも。で、まあ特にモルドレッドなんかは HP が低い相手をサーチするので、まあこのキャラクターみたいな致死ダメージ無視の際に HP 回復しないで低い HP のまま場に戻ってくるようなキャラクターの場合、かなりモルドレッドの復活時反撃の対象になりやすいんじゃないかってことで、おそらくですがモルちゃんが一番の天敵になるのではないかと予想してます。いや、モルが優秀なんですよね、やっぱり。なんだかんだ長期にわたって、はい。で、その他天敵とする相手としては剥がれない長老キャラクターってことで、レオニダスだったり稲葉ウサギの決意がついた長老キャラクターですね。長老が剥がれないとこのキャラクターのスキル1の罪悪流血ばらまきがばらまけずに終わってしまい、まあ、このキャラクターの数少ない個性である流血ばらまきという部分が効果を発揮できないと。一応スキル1で生後バフ剥がし連撃ができるんで、ただのハンニバルとかガラハット本田忠勝みたいなただの長老キャラクターであれば、長老剥がした瞬間からまたばらまき再開できるんで問題ないんですが、まあ、レオニダスだったり生後決意が場にある状態でのハンニバルとかだとちょっと厳しいんですよね。はい。で、相乗効果があるキャラクターとしてはカウンターデバフ不要キャラクターってことで、まあ、このキャラクター状態性無視 65% がついているので、このキャラクターに対して例えば生後援護なんかをガラハットとか源の義経ちゃんなんかでつけてあげれば、まあ、ただでさえこのキャラクター罪悪流血ばらまくのが上手だし、スキル2なんかも HP が弱ってる相手に対する範囲3回攻撃という感じで、生後援護によるカウンターの反射ダメージを敵にぶつければ、まあ、かなり相性がいいのかなと。まあ、特にこのキャラクターの場合致死ダメージ無視の際に HP 回復しないんで、まあ、高い火力を出すためには低い HP である必要があるので、まあ、しょうがないんですが、であればもう生後援護をつけたりしてなるべく硬くするしかないということで、まあ、直江兼継なんかが将来 MR 暴かして生後援護このキャラクターに確実につけるようになってくれたりすれば、まあ、ちょっと面白そうかなというところはありますね。その他にはステータスアップ系バフキャラクターということで、まあ、このキャラクタースキル1で筋力値で勝たないと生後バフを剥がすことができないので、まあ、可能であれば生後暴走だとか奮起、鼓舞、幸運といったステータスがアップするようなバフをつけて、まあ、火力アップついでに生後バフも必ず剥がせるようにしてあげたいですね。はい。で、その他には長生きするキャラクターということで、まあ、これはもう夢中に隠れるためには最低でも1人味方が場にいないと夢中の効果が発現しないので、まあ、とにかく場に長く居座ってくれるレオニダスとかモーガンなんかが1体いれば夢中状態で敵の攻撃対象からそれることができるので、なるべく場に長く入れるキャラクターと組みたいところですね。はい。で、相殺効果があるキャラクターとしては回復キャラクターってことで、まさか相殺効果に回復キャラクターという日が来るとは夢にも思っていませんでしたが、まあ、このキャラクターとにかく回復することを嫌うキャラクターになるので、まあ、下手に回復すると火力が下がってしまったり硬さが落ちてしまったりという謎の相殺効果が生まれてしまい、かといって回復しないと簡単に落ちてしまうっていう本当に扱いづらいスキルになってしまっているなということで、まあ、相殺効果に回復キャラクターって入れましたが、私的にはそれでもあやめちゃんなんかを使って致死ダメージ無視後の HP 回復してあげたいなっていう気持ちの方がちょっと強いですね。自暴自棄になりすぎてるんじゃないかと心配です、私は。ブーディカちゃん、はい。そんなブーディカちゃんですが、対人性能の総合ポイントとしては今回152ポイントということで、はい、こちら順位としては、はい、上から見ていって第18位という結果となりました。まあ、武将で言うと、まあ、モルちゃんとか紫式部クレオパトラ、まあ、上泉信綱レオニダスなんかが上にいて、ナタも上にいますね。あ、モガミも上にいますね。アバにちょっと負けてるの切ないですが、まあ、準 MR で言うと大谷氏やヌッシーちゃんあたりと似た点数ということで、まあ自分でつけてみてなんですが納得の位置といったところですかね。まあ、ただあくまで走行ポイントは目安ですので、まあ、実際にはこのキャラクターがどういう場面が得意でどういう場面が苦手かっていうのを把握して敵に組み込むかどうかを判断することが重要になるので、まあ、細かいところ見ていきたいと思いますが、まあ、まず耐久面ですねに関しては、まあ、やっぱり獅子虫後の HP の低さなんかが気になるので、武将なんですが上の方結構10ポイントが当たり前のようにいる中、まあ、ここ耐久関係点数落としてますね。あと点数落ちてるのは HP 回復があんまり得意じゃないってところですね。まあ、ここ上の方のここら辺のキャラクター大体得意なんですが、ルシーナ以来ですねボホッとへこむ形となってます。まあ、ここら辺でポイント下がってますね。武将なんですが耐久面でマイナスが目立つ形となりました。であと白バフ減らされるのもちょっと困るし、で状態状態性もないので、まあ、一応2回致死ダメージ無視の際に異常状態剥がせるんで0点にはしませんでしたが、デバフなんかももろに食らってしまうので、特に罪悪流血なんかをあんまり食らいたくないキャラクターですね。まああんまり相性良くないですが、毛利元成ちゃんの連携スキルの流血耐性、まあ本当は弓章にモルちゃんつけるべきなんですが、ブーティカちゃんはそれでも欲しいかなというキャラクターですね。本当に致死ダメージ無視後の HP が低すぎるので流血はもう食らうわけにはいかないんですが、状態状態性ないので厳しいとこですね。で反射耐性に関しては、まあ一応 HP 回復手段が少ないとはいえスキル1では生後援護なんかは剥がして連撃できるので、まあ本田忠勝の気立てだとか高いパッシブ反射だったり、まあ、あとはレオニダスのような剥がれない生後援護とかでなければ
ければある程度は対抗できるキャラクターにはなってますね。火力に関しては格上同等、格下相手の火力それぞれ結構高いです、私的には。とは言っても上の方の本当に火力が高いキャラクターなんかと比べたら一段落ちる形にはなりますが、まあ、スキル1の筋力と攻撃力のブレンド攻撃はなかなか威力高いかなと思いますね。ちょっと高く見積もりすぎた感ありますね。でも見比べてみるともうちょっと低くても良かったです。これはで、あとできることといえばバフ解除や生後バフ解除ができるっていうところですね。まあ、ここ上の方のキャラクター最近ではやっぱりポイントここら辺も当たり前のように持ってるキャラクターが多くなってきているので、まあ、もうちょっと前だったら個性的だったんですが今となってはここの個性もやや埋もれてしまっているかなというところですね。はい、で、あとは準主力活躍のポイント9ポイントとしましたが、まあ、一応生後バフ剥がし連撃スキル1の応援出しからいきなりやっていくことができるんで、まあ、そこを評価するところですが筋力値で勝たないと剥がせないんでちょっと準主力だとあんまり良くないかもしれませんね。ここポイント下げますか、8ポイントぐらいに。まあとはいうものの武将以外だったら筋力値勝てると思うので、はい、そこまで大幅に下げるようなことはしませんでした。まあ罪悪流血もばらまけるし、で、配置柔軟性に関しては、まあ、前衛置きなんかが血ダメージ無視からの夢中で隠れられるんで味方人数が多いうちに場に出しておきたいキャラクターですね。で、後半になると夢中に隠れても味方がいなくなると夢中の効果切れてしまうのであんまり後半は向かないかなと思います。あれ、ここ5点と書いてありますが、はい、ということで配置柔軟性は2点と。で、持久効果に関してもやっぱり夢中が戦いの後半になると腐ってしまう可能性があるので点数下げて、で、支配力に関しては一応スキル2が HP が低い相手に対するフィニッシャームーブができるキャラクターになっているので、まあ、盤面整理がある程度得意なキャラクターで、まあ、場の雰囲気を変える力があるということで少しだけ点数入れておきました。で、陣営強化に関しても、まあ、スキル1スキル2でちょっとした生後バフを味方全体にばらまくということで、まあ、これも低めですが点数入れておいて、敵陣弱体化は罪悪流血ばらまきと生後バフ剥がし連撃、まあ、この2つで敵陣を弱らしていくと、ああいうことで総合ポイント151ポイントに下がって、まあ、要戦に抜かれましたね。はい、19位となりました。はい、じゃあ白戦どうかですが、こちら 57.5 ポイントということで、はい、順位としては、はい、先ほどの19位からさらに落ちて第35位となりました。ちょっと白戦の方はより人数が少ないので夢中が不発に終わりやすく、まあ、夢中に隠れられないと先ほどの怠慢性映像のように敵の攻撃なんかで簡単に落ちてしまったりするので、まあ、火力は高いので突破系は高めに設定しましたが、まあ、守備ですね、なんかはガクッと継続守備になると落ちるっていうような設定としました。やっぱ反射爆弾の処理なんかもスキル1パッシブ反射系の反射爆弾処理の場合には生後バフ剥がしだと反射に対する対策にならないので、まあ、そうなってくると HP 回復が苦手なブーティカちゃんはじわじわ反射爆弾の反射ダメージを受けて落ちてしまうかなというような印象ですね。あと縄文野党に関しては、まあ、縄文の援護なんかはスキル1で剥がすことができて、一応封印なんかを食らっても致死ダメージ無視する際に盤面復帰できるので、まあ、ここは点数下げませんでした。はい、ということで合計 57.5 ポイントということで、そこまで良くはないですね、正直。ということで、そんなブーディカちゃん、最初の副将として登用ありかどうかですが、今回はギリギリ見送りですね。まあ、ちょっと戦役火力が不安定なところと、まあ、対人戦で特に無備課金のプレイヤーさんで登用するには、夢中が相性悪いかなと、まあ、やっぱり一緒に遊ぶ友達がいっぱいいないと、かくれんぼはできないかなと思いますんで、まあ、どちらかっていうと、銃配課金者向けになりますが、まあ、それはそれで、例えばスキル2が敵人数が多いと、意外と火力が出なかったりと、なんともどっちつかずな感じになってしまっており、初日の分析後編動画までの私の中の評価ではやはり前編動画と同じく評価は覆りませんでした。はい、ということで見送りですね。まああとは明日のデッキ戦でどんな活躍を見せてくれるか楽しみではあります。まあ明日また私のハイカキンサーバーみたいな非現実的な奥義の解放具合で副将ちゃんの個性が薄まってしまってるサーバーではなく、ある程度現実的なサーバーでプラス7覚醒してますんで、デッキ戦楽しく見ていきましょう。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あと YouTube メンバーシップもやってますので、デキデキのよりマニアックな情報を知りたい方はこの動画の概要欄にある URL から YouTube メンバーシップの特別動画も見てみてくださいね。はい、ありがとうございました。